リフォームするなら中野屋。チャーイ、オニマルさん、アナさん、リスナーの皆さん、こんにちは。シータンこと緑川静香です。今日はさいたま市浦和区にある水回りのリフォーム、浦和中野屋に来ています。中野屋は水回りのリフォームをはじめとする総合建築リフォームの会社です。今年で創業103年というとっても歴史のある信頼のある会社です。そしてこちらの浦和中野屋はさいたま支店という形で去年の9月にオープンしました。水回りと言いますと、お風呂、キッチン、トイレ、洗面所なんですけれども、やっぱね、トラブルってどうしても出てきてしまうんですよね。ということで、ここからはさらに詳しく浦和中野屋店長の平内良二さんにお話を伺います。平内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。NAC5 ドリームキャラバン記念キャンペーンということで、当社のホームページの方にもですね、より詳しく載せております。はい、ここでは例えば TOTO のトイレ、まあ、そういったところも通常でしたら 20% オフのところを、まあ、50% オフにさせてもらったりですね、まあ、給湯器、リンナイの給湯器なども、通常 40% のところを 70% オフにさせていただいたりしております。詳しい内容は当社のホームページの方に掲載しております。はい、ぜひぜひ皆さんホームページチェックしてください。ということで、平内さん、今日はありがとうございましたん。ありがとうございましたん。ということで、以上、浦和中野屋からシータンこと緑川静香がお送りしましたん。さて、質問です。リフォームの中野屋といえば、水回り専門店、創業103年の歴史、年中無休で緊急対応。リフォームは女性建築士がプラン。それと、はい、とにかく頼りになるリフォーム店みたいです。埼玉県越谷にある。水回りのリフォームするなら